ご存知ですか？大豆イソフラボンの効果とその鍵となる物質を。大豆イソフラボンは女性ホルモンに似た構造をしており、さまざまな効果があるということで注目されています。しかし、この効果を最大限に得られるのは日本人の2人に1人と言われています。鍵を握るのはエクオールという物質です。エクオールは大豆イソフラボンを元に作られる物質で、より女性ホルモンに構造が近く効率よく体内で作用します。大豆イソフラボンが体内に入ると腸内細菌によってエクオールへと変換されるのですが、この腸内細菌がいないとエクオールを作ることができません。日本人でエクオールを体内で作れる人はおよそ 43%、 若い世代になると20-30%とさらに少なくなります。あなたがエクオールを作れるかどうかはソイチェックという検査で簡単に知ることができます。ご自宅で尿を取り、ポストに投函するだけで結果がお手元に届きます。検査をすればあなたに合った解決策が見えてきます。さあ、体を知って健康的な毎日を。